2000年の大晦日、東京世田谷区の住宅で宮沢みきおさん、妻の安子さん、長女のニーナちゃん、長男の玲君、一家4人が殺害されているのが見つかった事件。今日、現場となった住宅の内部を遺族が一部のメディアに公開しました。ドアを開けたのは殺害された安子さんの姉、入江杏さん。事件現場にカメラが入るのは初めてのことです。宮沢さんの住宅は4層構造、1階が事務所、家の中2階には浴室や寝室などが、そしてその上の2階には台所とリビングがあり、最上階がロフトとなっていました。事件から20年が経とうとしている今、遺族が現場を初めて公開しました。遺品はほとんどが段ボールに詰められています。いずれの部屋にも宮沢さん一家の思い出の品々を収めた段ボール箱が積まれています。インターホンにはキャラクターのシールが。家族が食卓を囲んだテーブルや子どもたちの勉強道具なども残されています。幸せな日常は突然断ち切られたのです。そこに子供たちがこんなに背が伸びたんだということで、99年4月はニーナちゃんのお誕生日だと思います。そういう形でこう背が高くなった。99年6月、99年12月、2000年8月にって書いてあるのはニーナちゃんの2だと思います。ここまで背が伸びたのに2000年8月、2000年11月に薄く鉛筆の跡が残ってますけど、それ以降は途絶えてしまってます。こちらは当時6歳のレイ君が殺害されているのが見つかった中2階の寝室のベッド。ここでみきおさんが倒れてたんです。1階にいた父親のみきおさんは2階につながるこちらの階段に倒れていました。母親の安子さんは当時8歳のニーナちゃんと最上階のロフトで寝ていたところを襲われましたが、その下の床には血の跡が残されていました。こんなに狭い中で一生懸命みんなが生きていて、仲睦まじく生きていて、ですからその犯人が来た時もどんなに怖かったか、それは想像にあまりあるんですけれども、だから一生懸命戦ったんだと思いますよ。だから逃げるに逃げられなかったんでしょうね、こういう狭いところだと。それも感じていただきたいんです。証拠保全のため残されてきた宮沢さんの住宅ですが、警視庁は建物の老朽化などを理由に遺族に取り壊しを打診しています。しかし遺族は警視庁から一方的に取り壊しを打診され、納得いく説明を受けていないと反発しています。そしてこの現場を壊すかどうかの判断も遺族に一任するとおっしゃったんですね。私に委ねると。委ねられた私は4人の御霊にどのように答えたらいいのかというのを考えあぐねて、こうして現場公開に至りました。皆さんの目で4人が生きていた痕跡、こんな風に一生懸命生きていた、最後の最後まで一生懸命生きようとしていたということをお目に留めていただけたらと思います。